ました。本日はご来店いただきまして誠にありがとうございます。ただいまよりスーパーワクワクライブトーク始めさせていただきます。いつもはですね、当店3階のイベントスペースフラットスポットというスペースありまして、そちらの方で話題の書籍の著者と編集者の方にお越しいただいて連続でライブトークを開催しています。今回は場所をこちらの6階に変えまして、第24回目となりますが、ダイヤモンド社の人を助けるすごい仕組みの著者で、ふんばろう東日本支援プロジェクトの代表の西條武夫さんと、この本の編集をされました、寺田洋二さんにお越しいただきました。ほぼ日をはじめさまざまなメディアで紹介されている注目のプロジェクトのすごいお話を聞かせていただければと思います。それでは西條さん、寺田さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか前の方は空いてるみたいなんで、あのご高齢の方とかご遠慮なくて、お疲れ様です。大丈夫ですか？はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日は本当に雪の中ありがとうございます。あのこの本をですね、もうすでに、読まれたという方どのくらいいらっしゃいますでしょうか？ ありがとうございます。かなりいらっしゃいますね。はい、そうしましたら、まあ、時間も40分という限られているので、この本についてですね、西條さんの思いと、あと制作の裏側と、あとプロジェクトのですね、話をちょっといろいろ伺っていきたいなと思っているんですけど、西條さん、これ確かあの年末年始で一気に12万字ぐらいまで書いたという。そうですね、まあ、あの要するにふんばろうの活動が止まるのって年末年始しか、まあ、止まるというのも完全に止まるわけじゃないんですけど、なかったので、もうここで書かないと絶対に間に合わないということで、まあ、寺田さんから死ぬ気で書いてくださいという、まあ、結構無視してたんですけど、なんつうかもう本当もうここ過ぎたらもう絶対ダメですっていう、僕もまあ今までもまあ本を作ってきた実感からしても、確かにもうここ過ぎたら絶対無理だろうなっていうのは、もうというかもうすでに無理なようなプランだったんですね。そうですね、だったんでね、まあやるしかないなっていう、年末年始ホテルに缶詰になって無心機で書いた本。そうですね、最初はこれまで16冊ぐらい構造構成主義で学術的な本を書かれてきたんですけど、はい、こういう一般書は初めてってことで、どういう気持ちで書かれたんですか？やっぱり何でしょうか、伝わらなければね、あの一般書としては意味がないので、いかに、まあ、現地の惨状も伝えなければいけないし、まあその中からね、こういうふうにやればっていう仕組みの部分も、うん、今後できるように伝えていかないと、で、まあ、読みやすいようにっていうのはすごく文体みたいなのがやっぱり、うん、なるほど、うん、なんかこう書く前と書き終わった後の感じっていうのはなんか全然違ったんですか？12万字書き終わった後、いやだから白髪がいきなり増えててその白髪ってこう生えるのかなと思ってますけど、なるんだなと思って、オセロみたいに、うん、ちょっとそれは、まあ、ショックでしたまあちょっと寿命縮めながら書いたなっていうことで、はい、まあ、本当に書き終わったらね、もう倒れてもいいっていう気持ちで書いたんで、実際出版したと結構体調を崩して、うん、最近気にしてなかったです。いや僕もあのこれで生涯98作目の単行本なんですけども、もう最初に読み終えた時にすごく鳥肌が全身に立ってですね、こううわー何なんだこの本はっていう感覚だったんですね。それでまあ僕はなんかガンダムをずっと小学校から見てきたんで、ニュータイプだみたいな感じでですね、心の中でこう叫んでニュータイプが出てきたぞっていうような形でですね、あの西條さんにこうまた熱くメール打った記憶があるんですけども、どうですかね。でもまあ本当に
僕としてはね、あの形にできたのは本当に良かったなと思います。おかげさまで、まあ、満足いくって言ったらいいんですけど、うん、なんとなくこういう感じのっていうのはもう春の段階からあったんですよ。そういうイメージ、ノンフィクションの小説じゃないですか、そういう形で進みながらノウハウを伝えていく。ただそれをやりながらどうやってこれだけのプロジェクトをこう、ここで描かれているのも一章が一日とかですから、もう絵描きになればもう全ての日がこのぐらいの長さで描けるので、どうやってこうその道具を描いて、どうやってその全貌を伝えていったらいいのかなっていうところで、まあ出会ったのは5月ぐらいでしたっけ。そうです、4月か5月ですね、去年の。結構早く、早いだったんですね、はい。あの正直言うと、その時にはこんな文章を書ける人だとはあの思わなかったんです。あのすごくイケメンの学者だなっていうぐらいの、あのなんか対談、吉村詩夫先生、はい、ね、対談をあのこの本に出てくる前半に出てくるんですね。あの松前さん、あの坂上美浦さんとこうくっつけてくださった方がセッティングしてくださったんです。その方これ確実にあの寺田さんと、まあ、ダイヤモンド社の人と僕をその人に寺田さんにこう見てもらうためにセッティングしてくれたようなところがあって、でその人も哲学者の人なんですね。その対談をすることになって寺田さんが来てくださって、うん、それで寺田さんがぜひみたいな形になって、けどまあ具体的にはね、どういう内容にするかっていうようなことというよりも、まあ、とにかく何か作りましょうっていう、ね、そうですね、はい。まあ、僕の中ではもう初めて会った時からこの人と本をやるなっていう感覚があって、それで何どんな本になるのかが全く見えないんだけども、とにかく攻めていったっていうか、早稲田の研究室にどんどん押しかけていって、最終的にはこういう、僕は技術書って呼んでるんですけどね、これは ある意味こう気持ちのふわふわしたものだけの良かったねって本だけじゃなくて、今後の有事につながる仕組みの再現性の担保する技術書にしたいということで、斉藤さんをの首根っこを捕まえてですね、もう読み物だけじゃダメだよって、うん、ずっと言い続けたんですよね。そうそう、けどどうしたらいいかは言わないんですよ。あのね、まあ、直感派の人だと思うんですけど、外さない、コメントはすごい的確なんですけど、どうしたらいいかは全部自分で考えなければいけなくて、あの、まあ、編集者によっては多少こう文章をね、あの指摘してくれたりする人もいないこともないんですけど、全くしないんです、そういうのは。大きなとこだけ、あのちょっとこの章はちょっと、うん、何かが足りないとか言って、何が足りないは自分で考えるので、なんかね、ハードなことですよね。と言いますけど、あの斉藤さんも負けず劣らず直感派ですよね。まあ、最初に、そうそう、もともと八幡寺って言われてたんですよね。で、八幡寺はもうあっという間に行ってて、でそのうち書いてた12万字ぐらいになって、けどまあ、そうすると最初のゲラが350ページぐらいだったんで、ちょっとやっぱこれ広めたいっていう気持ちが、広く読んでもらいたいっていう気持ちだったんで、どうもね、ベストセラーって300ページ以上のやつって少ないんですよ。あるんですけど、だからまあ本質的には厚さじゃないとは思ってるで、僕はまあどっちかって言ったらこうスピード感というか、読みやすさの方が、読み進むっていう感覚の方がなんか大事なのかなと思って、それだけは意識してたんですけど、それにつけても350がちょっと厚いなと思って。そうですね、それで初稿でもう大手術を敢行しましてですね、もう98作目でこれ以上赤入れをしたことがないっていうぐらい赤字を入れまくってですね、あの DTP のゲラを、赤字を直す人の社員総出でもうこの本のためにやってもらったっていう裏話が実は。そうですね、もともと10章編成だったね、それを2章減らして、1章と2章が減らして合体させて、3章思い切りガツッと削ってっていうか、ね、そうですね、うん、まあ、3章の1号4章かな、2章に組み込むか、まあ、なんかその時もですね、
その時は普通こういうのって逆に編集者の方が減らしてくださいとかこういうことが多いんですけどね、僕の方からこいやこれもう減らさないとダメですよ、もうだから予算もなくなってしまうからそれやめてほしいって寺田さんが言って抵抗したんです、抵抗朝ですね、はい、朝で、ね、すごく喧嘩したんですよね、そうですね。それでいやこれはもう絶対良さはあのライブ感がなくなるから、いやもうそこは絶対残してけどこうエッセンスは残してけどいきなり要するにこの本でいうと最初の1章は 3.11 の日だけだったんですけど、 3.11 からその南三陸に行ったその活動までも一章に入れちゃった方がいいっていうことで、いろいろ説得してじゃあ それでやりましょうって。まあその赤字の入れ方もこの方はあのセンスがあるんですよね、他の著者にない、あのやるって言ったことはあのなかなか雲隠れして捕まらないことが多いんですけどやるって言ったことはやるんですよね、この人はね。だからすごい素晴らしい著者だなと僕は思ってるんですけど、それ実はあのこの本に載ってない3章はですねちょっと行政批判みたいなとこあって、あの4月の1日が南三陸町に行って、その翌日に小勝町っていうところに行って、まあ、活動同じように活動してそこに一種を採取したんですよね。要するに僕らのその立ち上げたプロジェクトですね、この連絡先をですね本部が各避難所に伝えてくれれば、それでそこの人たちが自分たちであの避難所で必要なものを聞いて、で僕らに電話をくれればそれでそこ必要なものを載せて物資が届いたわけです。でそれすらしてくれなかったんですね。なんであなたがの権限なんていうんだろう、そういう支援を受ける権利をねあなたは潰すことができるんですかと、その番号を教えるだけで使うかどうかはその人たちが決めればいいだけなんだからって言って、いろいろ相当交渉したと言ったんですけど、本当に、もういややらないとは言ってませんっていう、いややるって言わないってことはやらないってことでしょうけど、いややらないとは言ってないんですがとかっていうことを繰り返すんですね。練馬区の職員でしたっけ、どっかの区のねありまして、そこで拉致開かない時に副知事の猪瀬直樹さんが鶴の一声でドーンとやれと、そうですね、で門がガーンって開いたなんて本があのエピソードがありましたね、まあ、そうですね、そう練馬区で管理した自転車をですね現地に送ってほしいと、で現地の自治体には送るけどその先の避難所に送んないっていうんですよ、これ意味が分かんないですよねそこまで運んでったらついでだから運べよっていう話 でそうやって自治体に置くと倉庫が満タンになって誰も取りに来れないし、その先に行かなくなって物資が余ってたんですね。だからもうそういうことをやるからこうなるんですよ、言ってもまあなんかこうやらないっていう結論が先にあるんですね。それでアナコーダー言ってるんで、まあ、猪瀬さんに言いつけてですね、言ってくださいと、こういうわけわかんないこと言ってるんで、で、まあ、猪瀬さんが、分かった、本人で早かったです。でも、ガクトさんだとかともどんどんつながっていくじゃないですか、はい、そういうのっていうのは自分でなんですか、どん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 こう攻めていってる感覚なんですか、それともなんか自然とつながっていくような感じなんですか。なんか周りの人がやっぱりつなげてくれてる方が大きいですよね、その伊藤さんにしても。なんかあんまり攻めるというかこう自分からいろんな企業もそうなんですけど、自分からこうなんか言いに行ってもその関心がない人にはもう響かないんですよね。だからまあ面倒くさいし、まあ、断るっていう感じ最初からねなってしまうことが多いんですけど、そうやって関心のある人同士をこの人とこの人って合うだろうなみたいに思った人たちがこうつなげてくれる、二人にこう二人めがけてこうツイッターでメンションって言うんですけど、こう見れるような形でつながってくださいみたいな、その時に僕が思ったのはその方は一人のガクトさんの一ファンで、まあ言ってみればね特別な力があるわけでもお金があるわけでもないですけど、そうやって人と人をつなげるというのはものすごい可能性を生むということだなと思ったんですよね。可能性を生む、うん、要するに自分が自分は何も力がなかったとしても
その触媒みたいな形になってくっつけることで、そこで化学反応が起きたら、まあ、自分が直接何かをね、そこで大きな働きをするっていうわけではないようだけど、実は大きなきっかけを作って、まあ、松前さんもそうじゃないですか。その三浦さんって僕を引き合わせてくれて、寺田さんって僕もね引き合わせてくれて、そういう役割をする方っていうのはやっぱりいて、なんかそれってだけど、なんて言うんでしょう、すごく力が強い人とか頭がいい人ってこうもてはやされがちですけど、実はその間をこうつなげる人っていうのは、なんか実はすごい、力が必要だし、なんか重要なんだなっていうのがものすごくこの1年でやっぱり再認識したというか感じましたね。なるほど。西条さんプロジェクトの中でこう重機免許取得支援プロジェクトって、あれなんか一番感動したんですけど、やっぱこう瓦礫の山を見てすぐそういうアイデアっていうのはなんかポッと浮かぶもんなんですか、こう陸前高田に。いや、あれはですね、行く前から実はあったアイデアなんです。あ、そうなんですか。まあ論理的に考えればこうだなっていう、それはまあ現地に行ってもなおさらこれはもう絶対必要だっていうふうに思いましたけど、まあテレビでね見てる範囲でね、もうやっぱりもうめちゃめちゃになってるっていうのはあった、まあ、アイデアとしては持ってたんですね。ただ現地に行って陸前高田に行って、実際にそのあれ消防団のね団長さんに話したら、まあ本当にですぐそこに重機免許取れるとこあるんで、これ岩手で4カ所しかないんですよ。それがたまたま本当にもう10分のところにあって、しかも本当不思議ですけどね、本当にその向かってる10分の間に僕の高校の先輩、まあ MBA の学生でもあって、まあ、その時再会した甘江さんという方から電話がかかってきて、でちょうど今、まあ、600万ぐらい支援したいという九州の企業さんがいるんだけど、まあ、なんかいいとこないかなみたいな話があったんで、もう今から重機の免許を、やるんで、まあ、やること決まってないんですけど、やるんで、くださいって言ったら、わかりましたみたいな。本当早かったですね。西条さんご自身のなんかこうプロジェクトの中で、ね、これはちょっと印象に残るプロジェクトだみたいなやつって、まあ、数あるプロジェクトの中で、どんなようなプロジェクトが強いてあげるとなんでしょう。やっぱり前半の、まあ、ここに描いてる家電だったりとか、まあ、物資、家電、地域とか、その辺はやっぱり印象深い感じですね。なんか、やっぱ最初の方が立ち上げの軌道に乗る方がやっぱり大変だったんですよね。その体制もできてない中でこう、もう1週間後に重機免許の感じな家電のプロジェクトをやります。で、もうやるって決めて、もう普通ありえないですよね。1週間後に新しいプロジェクトやって、でちゃんと家電も集めなきゃいけないしっていうことですね。もうあの時は本当にすごいパワーがもうあったし、まあそれだけ多くの人がね相当力を尽くしてくれただと思いますし、だから実は家電プロジェクトって一言で言っても何タイプかあって、まあ、最初は中古家電のプロジェクトですね。これはまあ最初の発想で、いや家に余ってるのを集めれば、現地にね集めておくればもうすぐ役に立つじゃないかっていうすごいシンプルな考えなんですけどね、まあ、それが最初で、その次にまあ家電の拠点ベースの家電ですね。これまた再開しようと思ってるんですよ。というのもこの3月って引っ越してまあ、冷蔵庫とかいらなくなる人とか出てくるじゃないですか。でそういうのを捨てる人って捨てるのにもお金かかるんですよね。であれば送ってあげたいっていう人必ずいると思うん で今回メールで受け付けてワンクッション置いて、まあ、今の時期だと何でも送ればいいっていうもんでもないんですよ。まあ、前の5月ぐらいだったら、まあ、何でもいいから欲しいっていう人がいたんですけど、今やっぱり多少ね物もあまりボロボロなのだとっていうところもあるんで、まあ、メールで受け付けて必要な人、まあ、ところにこうマッチングしてっていう仕組みでやろうと思ったんですけど、まあ話戻すと、2個目が拠点ベースの家電プロジェクトです
まあ、要するに勝手にここに送ってくださいっていう送り先だけ書いておいて、うちの実家もその一つですけど、まあ、そうするとこれ一番簡単なんですよね。ただまあそういう仕組みだとできないのが、その扇風機を仙台集めるとかっていうのはすごく難しいし、まあ、扇風機とかいらなくなるっていう人いないんですよ。まあそうですよね、自分もやっぱ扇風機は欲しいので、うん、だからそれは買ってもらうしかないなっていうので、その時まあ EC サイト、まあ、e コマースの、まあ、サイトでこう支援者に購入してもらったのを僕らが買ってるっていう仕組みを作って、それも夏ですね、うん、とかまあ微妙にその状況とか、うん、どういう品物を送るのかとかっていうことに合わせて、やっぱ一つ一口で家電って言ってもいろんなやり方があって、うんうん、まあ、その都度そういうのを作ってやるとか、うん、糸井さんがね、あの家電の養子縁組だねっていう話を、うん、あの新小屋であの時にやってましたけど、なんかこうね、愛知県の山田さんが仙台のね、何とかさんにこう送るって、その絆というか絆はがきによって誰が送って誰に届き、その感謝の手紙がこっちにもう一回届いてくるという、まあ、こういう仕組みをよく考えられたなという思ったんですけど、僕は常に考えてるのは、まあ、人間理解って言ったら大げさですけど、支援する側もされる側も人間で当たり前なんですけど、心を持ってるじゃないですか。その心に沿わない仕組みっていうのは絶対うまくいかないと思うんですね。一時期無理やり成功させることができても絶対続かないし、その心に沿ってうまくやるにはどうしたらいいかなって考えたし、まあ、そのことによって品質のことになるというのもやっぱり人間心を持ってるんで、行政の倉庫にただ集めますって言ったら、もうこれ見よがしにこう、じゃあこれいらないから捨てちゃえみたいな感じで、もうひどい製品とかもバンバンこう投げ捨てる人いっぱい出てくると思うんですけど、自分の名前で誰かに送るってなると、まあ、そういうことがゼロにはならないかもしれないですけど、相当やっぱそういう人は、うん、少なくなるんですよね。それもやっぱり心理的なにそうなるだろうなっていうことを込めて考えてることある。小学校6年生からもね、絆あがきの手紙とか僕も見て、まあ、すごいジーンとなったあの気持ちがあるんですけども、西条さん、どういうあれですか、小学生からこう手紙とか見た時どんな感じになりましたか？やっぱりあの、そうですね、まあ普通に嬉しいですね、嬉しい。で、なんでなのかなって思うんですけど、まあ僕はボランティアとか実はなんかあんまりやってるっていう意識はなくて、まあいわゆるこういう活動ってまあボランティア活動って言うんだろうなとは思ってるんですけど、なんかあんまりそういう意識って実は全然なかったんですね。まあ例えばその辺の道歩いてて、なんかちっちゃな子供が泣いてたらね、誰でも大丈夫とかって言って、お父さんお母さんどこに行ったのとか言って、まあどっかに連れてったりするわけです。だからそれがボランティアなのかっていうと、それってただ気になってね、何とかしたいからしてるだけで、なんかそれだけなんじゃないかなと思ってて、だからまあそれがボランティアだったら飯食うのもボランティアだっても思っちゃうんで、なんかあんまりピントは来てないんですけど、だからまあ別にお礼を言われたくてやってるわけじゃないんですが、ただやっぱり自分たちのやったことが間違いじゃなかったんだなっていう感じは、やっぱりそういう手紙とかね、いっぱい今まで何千通もね、あのハガキとかも届いてますけど、うん、すごい思いますしね、はい、あと手書きの、まあ、すごい伝わってくるものがあるんですよね、うん、なんか本当に不思議なんですけどね、まあ、被災地からの手紙、被災地への手紙っていう本も今度あの3月9日にも出るんですけど、やっぱ、なんでかなとも、こう手書きってその人が書いたリアルな実在物じゃないですか、うん、その人が手にしてね、送ってくれた、うん、だからかなと思うんですけど、なんかこう、テレビのね、デジタルの向こう側のすごいリアルな映像よりも、うん、その一つの手紙の方がね、うん、すごく響くものがあって、
実際やっぱりそれがまあふんばろう東日本新プロジェクトのまあスタッフでね、まあこの本僕がね書いてますけど、そういうスタッフのまあ何百何千人っていうね人たちの日々のね努力があってこのものになってるわけですけど、やっぱそういう方々にとっても、うん、その手紙とかはがきっていうのがなんかエネルギーになってまたやろうとか、うん、あるいは僕らがその想像を超えるような、まあ、冬の家電の時はそうでしたけど、もう全然こう支援、一度もね支援を受けたことがないなっていう人がいっぱいいたわけですよね、うん、そういうはがきを見ると、うん、これはもうやるしかないなっていうふうになって、ね、うん、まあ、多くのそこからまたスタッフが増えて、うん、活動がね前に進んだりとか、うん、やっぱりそれも人間がね気持ちを持ってるから動くっていう、うんうん、動いてるかなってすごい思いますね、うん、なんかこの間あの紀伊国屋ホールで糸井重里さんとの対談をやった時に、なんかアイデアっていうのはこう直感的にこう出てくるんじゃないかみたいなですね、アニマルスピリット的なところの話をした時に、なんか僕はなんか西条さんのお父様のことを思い浮かべたんですよね。あのお父様が確か、剥製屋さんでしたっけ。あ、そうです、そうです。宮城県で唯一なんです、仙台で。宮城県はどうか分かんないですけど、仙台市では唯一ですね。ああ、でハンターというか鉄砲持ってなんかいろんなとこ行くんですよね。じゃあ昔ですね、今はやってないですが、はい、あのどうかな、まあ、僕が物心ついた時はもう剥製屋だったんですけどまあ僕珍しいですよね、あの鳥とか熊とかの剥製で、まあ、だから職人ですよね、うちは職人で、うん、あの剥製大体ね、あの最近はその保護日誌とかにもあの言っちゃったんであれなんですけど、僕の実家の職業は当てられたら1万円あげるって言っても当てられたこと一度もないですから絶対にこう選択肢に入らない、うん、ヒントを出しても、うん、まあそのぐらい珍しいですね。そうですね、まあね、ハンター、まあ、普通に茶の間に猟銃とか置いてあってました一緒に、だから犬は猟犬だし、まあ、ちょっと変わった。あ、犬は猟犬なんですか。猟犬です、それは猟犬いないと猟ができない。ああ、そうなんですか。あの猟犬が要するに鳥を追い立てたり、まあ、あのその足止めしたりする。剥製屋さんで今ある時代食っていけるんですか。いや、食っていけないですよだから小学校の頃3軒ぐらいあったんですよ、仙台。あ、そうなんですか。それがですね、どんどん減っていって、もううちももう終わりだねって言って、あの潰れるねって言ってると1軒なくなる。それでちょっと盛り返す、ね、ライバルがいるから、まあ、そうそう、若干盛り返す。それで、あ、もう終わりだね、もう今年こそ終わりだねって言うと、うん、その唯一のライバルが潰れた挙句、うん、余った材料とか全部くれたりして盛り返したりとかして。でお兄さんも確か仙台市の消防団、そうですね、消防局ですね、はい、であの実は、うん、兄は宮城県沖地震 の、うん、あの対策本部みたいなところで、はい、あの宮城県沖地震、まあ、99% 起きるって言われて、もう今回のは違うんですけどね、うん、それ起きるって言われてる地震で、うん、まあ、死者ゼロ、火災ゼロという無茶な、うん、指令を下されて、え、上司からそうですそれ無理でしょ、いくらなんでもそれ無理じゃねえのっていうのですごい大変な思いをしてた時期は。で、まあ、今はその対策本部ではないんですけど、まあ、災害の予防課なんですよね。まあ、最初は前線でできたんですけど、要するに予防ってすごい大事で、まあ、今回の震度7とか起きても結構宮城県って、まあ、あんまりそんな地震では潰れなかったんです、ね、あ、そうなんですか。それはやっぱり地震への対策は相当やっぱりもう絶対起きるって言われたんで知ってたんですけど、まあ、津波は本当に兄からも聞いたことがなかったんで、その津波っていうワード自体やっぱもう完全に盲点だったんで、なるほど。だからまあ兄からもね、いろいろ情報を聞いて、まあ、今回の本にはあれですよね、お父様とあの現地を歩いていくシーンと、今度はお父様出てこない、お母様と一緒に出てくるシーンと、非常にこう西条家、西条ファミリー総出でこう本に出てくる感
じしますね。かなり家族総出なところになって、うん、まあ一番は父かな、やっぱり、うん、その家電の拠点とかもね、そうですね。やっぱそういうハンターの匂いというか、剥製屋さんの匂いがやっぱこうルートを嗅ぎ分けるというんですか。いや、剥製屋で実はね、剥製屋だけで食っていけないんで、あのヤマト運輸の一番下っ端の配送もやってるんですよ。だから僕ほぼ日のあれ見た時に、あのできることをしようみたいなのが感慨深かったんですよ。だって僕の前にヤマトホールディングスの社長がいて、で僕がいて、僕の親父は実はその一番底辺で1個20円とか10円とかで届けるんですよ、あれって。ものすごい安いんですけど、うん、まあそうやってコツコツね、毎日こう、まあ、仕事があるだけありがたいって届けてるんですね、うん、だから土地勘もあるし、そういう配達っていうのが結構プロなんで、なんだろう、だから家電うちのにわーって届いたやつとか一個一個こうふんばろうのサイトを見て、今それを必要としてる人に届けてたわけ。それさ、お父さんの力なくしては絶対プロジェクトうまくいってないですね。だから僕の感じだと、そこに取りに来させればいいじゃんって思ったんですよ。そんな高価なね、冷蔵庫とかの家電なんだから、うん、まあって思ってたんですけど、実際に届けに行ってたんですよ、うん、まあ、だから職人だからこうきっちりやりたいみたいな、うん、やっぱ伊藤さん戻れてらっしゃいましたけど、やっぱインターネット、ここに都会にいるとインターネット使えるじゃんみたいな、うん、雰囲気がどうしてもありますけど、お父様がインターネットほとんど使われない方なんでしたっけ、うん、でもそうそう、けどちょっと最近なんか使うようになったり、その届けるために自分でこう、最初は分かってなかったんですけど、そうですね、けどまあイメージとしては細かいことは絶対できないっていうのはもう分かってたんで、うんうんうん、あとやる気が、僕なんかもそうなんですけど、難しそうだなって思うと、できるかできないかの前に、うん、なんかもういいや、そういうの、うん、みたいに ね、 なりますね、なっちゃうんで、うん、多分多くの人そうだ、うん、ね、現地の人はそうなんじゃないかなっていうのは、うん、まあ、ありました、ね、なるほどね、うん、でもあれ今度西条さん 3.11 にあの宮本亞門さんと、はい、あの絆 の、 そうです、あのチャリティープログラムを恵比寿ガーデンホールでやられるということなんですけど、はい、これはどういった趣旨なんですか。これはですね、あ、今あのチラシがあるのでぜひ配っていただければと思うんですけども、これはですね、まあ、あのやっぱり震災から1年ということで、まあ、僕らの活動実はかなり多くのプロジェクトもチームあって、どうかな30、40っていうようなチームがあるんですね。それぞれの活動もよくこうみんながね、どういうことやってるのかっていうのも把握できないところもあるし、まあ、そういう今までの活動を振り返ってですね、まあ、頑張ってきてよかったねじゃないですけど、まあ、そういうイベントって実はすごく大事なんです、うんうんうん、でボランティアもやっぱり当たり前なんですけど人間なので、で、まあ、完全な無報酬で、ね、むしろ自腹切ってみんなやってるわけです、ね、で気持ちだけがエネルギーなので、ね、そういう僕の中ではそういうボランティアの方々がやっぱりこの本にも書いてあるんですけど、やってよかったって思えることが次にこう進んで、ね、大きなエネルギーになると思っているので、まあ、そういうイベントとして、まあ、もちろんあの相談してくださる方もね、あの大貫妙子さんとか、もうかなりあの大木じいさんはフラメンコギターで世界一位を取った方も、まあ、やっぱり宮本亞門さんもそうですけどね、まあ、かなりあの内容としてもすごいいいものになってると思うんですが、まあ、それだけじゃなくてこう交流イベント会場みたいなかなり広いフォアエがあって、うん、どれぐらいかな、このフロアこっちからこっち全部以上ありますから、ね、あ、そんな広いんですか。そうですね、中のホールの外にもこういう広いのがあって、そこでブースとかもあるし、そっちはもう誰でも無料で入れるんですけどね、まあ、そういうところで交流しながら、まあ、そういうコンサートとかも聞いてっていうイベントで、まあ一つのね、やっぱり大きな節目になるんで、まあ、3月19日っていうのはね、去年はもうここにいらっしゃる方もね、一度はまあやっぱ家族の心配もして、まあかなりね最悪の日になってしまったりですからね、まあ次の311はまあ、まあ良かったねってこう、良かったねというか、まあ頑張ってきたから少しでもね、頑張ったからこう、変えられる未来もあったし、まあ、やってきた
歩みを振り返って、うん、夏にね、もう一回頑張ろうっていう日にね。なるほど。その311の意味を変えたいんですよね、うん、ただね、今のところ最悪の日でしかないですから、うんだからぜひね、皆さんにも、やっぱり、まだ空いてる方はですね、ぜひ来ていただきたいですね。なんか、うん、それなんか僕の中で、ふんばろうのスタッフの方々への応援だったり、まあ、ねぎらいの気持ちが、ちょっとでもあるんであれば、もう来ていただくだけでも、本当にね、うん、みんな勇気づけられますし、ね。うん。宮本亞門さんなんか、この間、あのウェブ見たら、ね、南三陸町に、サンジさんと一緒に入られて、なんか初ミシンの写真が、亞門さんがミシンをこう初めてやってる写真を見て、もうすごくかわいらしい表情で。亞門さんはやっぱりすごい、その時うちの父も一緒にいたんですけど、ね、ああなんかあの人はいいなって、何がいいかって言ったら、普通偉い人が来たり政治家の人が来ると腰掛けって言うんですけど、まあ、ちょっと顔出してバッていなくなるみたいな、うん、多いんですけど、うん、もうそうじゃなくて本当に一緒になって、うん、こう本当にいてね、はい、こう一緒の目線でこう活動したりとか、まあ、話聞いたりとか、ね、うんうん、なんかそういう姿がなんかこう何かが伝わるみたいで、うんうん、ただ現地の方も、うん、なんか亞門さんの姿を見たくなるとなんか涙が出てきた、涙、うん、そうですね、いらっしゃって、うん、まあすごい良かったですね、うん、今ね、本当に佐賀県の武雄市長のね、方もこう、Facebook にいろいろ熱いコメントをね、書き込んでいただいたり、読んでいただいた方がすごくやっぱりいろんな思いをしてくださってるようなんですけど、どうですか、読後感、いろんな全国から。あ、そうですね、はい、まあ、反響というか、はい、うん、ありがたいことにやっぱり、読んでくださった方がね、何か響くものがあるみたいで、いろいろありがたいコメントとか、仕事とかね、書いてくださって。うん、僕はなんかやっぱりこの本を書いた、まあ、目的っていうんですかね、それはあの、まあ、現地がねどういう状況なのかっていう、その悲しみとかそういうことを惨状をね伝えるっていうのもまあ大事なことだとは思うんですけど、やっぱりそれだけじゃなくて、僕らがまあやってきた活動、ある意味でこうやればいいんだってことを実証したと思うんですよね。実証したことだったり、あるいはまだね、あの、その、お金とかもないからできないけれども、赤十字とか行政だったら、自分がね、そうだったらこういうふうにやればいいのになっていうアイデアとか、うん、気づきっていうものがね、うん、あるんで、やっぱりそれは、うん、残していくのも、まあ、これだけね、実績を上げて注目される団体になったからこそね、うん、大事なことだと思って、うん、まあ、そういうフェーズに入ってると思ってるんですね。なるほど。あの皆さん、明日のですね NHK 総合テレビの7時半からあの73分拡大版ということでですね、西条さんがクローズアップ現代に、登場されますので、内橋克人さんと西条さんとという形で、4部構成なんでしたっけ。そうですね、結構、まあ、そのうちの後半の方って言ったかな、うん、なんか、うん、なんかよくわかんないです。いろいろ喋るみたいな、はい、ぜひ NHK のクローズアップ現代、明日の木曜日の夜ですね、ご覧いただければと思います、うん、そうですね、やっぱり、まあ、そこでもあの向こうのキャスターの方とかに言われたのは、やっぱこれってだけどボランティアが本来やることじゃないんじゃないか、要するに行政とか国がね、うん、もっとしっかりやるべきことなんじゃないかと、これだけのことはおっしゃってて、やっぱ仕組みを変えていかないと、システムを変えていかないと、うん、いつまでもね全員に甘えて、また同じことが起きたら同じような悲劇が起こるっていうのはね、やっぱ避けなければいけない、うん、いや僕も本当にそう思ってて、そういう提言をしてくださいってことを言われたんですけど、やっぱ僕はこの本がやっぱ、うん、どんどんね、まあもちろんあのまあ印税の全額寄付プラス、まあ、ダイヤモンド社さんもねずっと売上の一部寄付してくださるということで、まあ、それ自体もかなり実は大きくて、もうしかも支払いがダイヤモンド社はもう異様に早くていや2月中に出したものは2月末に支払うって言うんですよ。これ出版この業界でも珍しいというかありえないことなんですよ。その下手すれば半年後とかの仕事だってあるような業界ですから、これはものすごい大きくて、だからもう今はサンゼリまで行った
分はもうすぐ動かせるんですね。それで住居の免許とか、それで現地の人に取得してもらったりとか、もう今計画も立てていて、もうすぐに使ってホームページでも公開してやろうと思ってるんですけど、まあ要するにこの本を広げることで、それはもうそのまま被災地支援活動にこう直結するっていうのと、あとやっぱりこの本がねベストセラーになったら行政とかもこう無視できなくなると思うんですよね。まあ、いろんな人が気づき始めるっていうのもあるし、まあ、僕らがこう提言することでこうそのことの重みがより出てくると思うんですね。例えば赤十字とか国はですね、今仮設住宅に入ってる人に金支援してますけど、今仮設住宅を出たいと思って出たら全部置いていかなきゃいけないんですよ。だからこれって被災者支援という目的から完全にブレてますよね。仮設住宅の充実という目的であって、やっぱ目的は被災された方々直接ね、その人たちに支援するんだったら持って行っていいですよっていうのが、まあ、当たり前のことですけど、それがやっぱり今もできてなくて、だから今からでも遅くないから方針変えてほしいんですよ。変えるべきだと思うんですよね。それは方針変えますって言えば済むだけの話なんで、そういうこととかもこれから、まあ、ちょっとね ある程度この本がね、まあ、10万部とかそういう形で大きく広がっていったタイミングを見て、そういう提言とかもみんなでそれこそツイッターとか、うん、まあよくわかんないですけど、まあ、赤十字とか国とかの、ね、うん、ホームページ集中攻撃かけてみんなでこう提言のねメッセージとかいっぱい来た頃に無視できなくなりますから、そうですね、なんかそんな形でやっぱり変えるべきものはね変えていかないと、うん、でもそのための一つのきっかけだとも思ってて、うん、まあ、チャリティーブックプロジェクトという形で僕ら言ってるんですけど、やっぱもう一人一人ができることというね、まあ、この本を読んだ感想とか、それこそツイッターとかフェイスブックで、まあ、今もすごく書いてくださっていただいてありがたいんですけども、なんかこう綺麗な言葉じゃなくていいと思うんですよ。その心で感じたままをこう書くと、やっぱり友達とかに絶対伝わって、まあこいつがこんな風に言うんだから読んでみようかなとかなると思う。なんかそんな形で少しずつね、うん、こう広がっていく、うん、やっぱりその本ってやっぱりそういう、うん、まあ、最初のね勢いとかも大事なのかもしれないですけど、とにかくやっぱり口コミの力が一番ね、うん、すごく力強いものになると思うので、まあ、そうやって少しずつね、うん、社会とかも変わっていって、うん、現地のね支援活動にもつながっていったらいいな、まあ、そういう気持ちを込めてね書いた本でもあって、そうですね、まあ、これは本当に 3.11 の後にね、やっぱりもっともっと有効的に活用されるべき本だなと。そうですね、うん、まあ、他にもいろいろな震災本もね、意義のある本もいっぱい出てくると思うんですけど、うん、まあ、やっぱり亡くなった方は、ね、戻ってこないわけですけど、まあ、未来の命はね救えるわけですから、まあ、関連死でもう助かったはずの方がね1000人以上亡くなってるわけで、うん、それは防げた話だと思うので、うんうん、まあ、なんとかそういう最初のね、はい、未来を変える出発点としてやっていきたいなと思います。まあ、西条さんのこれボロボロになった体を無知言ってまだまだこう走り続けるわけですね。まあ、ちょっと3・1が終わったらちょっと休みたいですけどちょっとかなり走りすぎましたもんね、この年末年始から3月までね。もう本作って、これで大丈夫かなと思って、休めるかなと思ったら、ほぼ日とかダイヤモンド社の連載とかわあ、かなりきつかったですよね。いろんなものが重なって。けど、まあ、ね、できることはね、しっかりやっていこうと思ってます。そうですね。まあ、この本を、ね、出すことが目的じゃなくて、広くね、うん、だからそれで未来を変えていくことが目的です。そうですね、はい、はい、そんなところでしょうね、はい、ありがとうございます。たくさんの方にお集まりいただいたので、最後に質問のある方がいらっしゃいましたら、ぜひ。はい、触れてないです。まあ、一部ね、ちょっと忘れてますが、構造構成主義って、まあ、学問をバックボーンにしてこう、この本、あるいは活動を進めているところがあるんですけど、実は信念対立をこうどうやって解消するのかっていうのが一つの主題でもあるんですね、その哲学。
まあ、今回の審査は本当にそういう、ね、あのそういう対立みたいなのが起きてたんですけど、ね、どういったらいいのかな、そうですね、同じだって思ってる時に結構対立っていうのは起こるんですよ。同じ被災者なのに、あるいは同じ支援者、目的は同じはずとか、まあ、同じだと思い込んでんだけど実は違う場合で、結構この時にこじれるんですね。異文化交流とかっていう時ってそんなにこじれないわけですよ。要するに例えばまあここに外人の方がいて足をなんかどっか乗っけてても、まあこの人外人だからなとかって思いますけど、日本人が同じことやったらちょっとなめられてるのかなとか、なんかこう同じだと思ってると揉めやすくなることあるんですね。だから親族って揉めますよね。あと家族とか恋人とか赤の他人だったら、いやそういう人もいるでしょうって済むことも、この同じはずなのになんでそんなひどいこと言うんだっていうふうにこう思っちゃう。だから結構そのボランティアとかもあのそういうようなところもあって、あとまあ日本軍もね、アメリカよりも陸軍と海軍の方が敵対してたっていう、憎しみ合ってたっていうね話があるぐらいで、まあ、そういうようなことも起こっちゃうんですよね。けどだからその時にそもそもの目的は何なのか、僕はもう最初からプロジェクトをやる時に誰が何をしたっていいんだと思ったんですよ。むしろみんながどんどんやってくれ、同じようなことやってくれないと困るし、だからなんかこう縄張り争いとかね、ここは俺たちまで入ってくれなとかっていうのは、まあちょっとそれはなんかおかしいんじゃないかなっていうのもあって、まあ誰が、まあ迷惑にならない限りですけどね、まあ誰がどんな風に活動してくれてもいいし、まあむしろね、なんかまあ そんなことだったり、あとは、まあ、この本に書いてあるその同じ活動をしてても見るもの聞くものが違うと、こう関心の所在みたいなのはちょっとずつずれてって、でそこでこう対立が起きたりするとか、その構造をね捉えてる。それでもぶつかるときはぶつかるんですけど、ぶつかったときの対応が変わるんですよね。どうも相手は自分と同じぐらい違うものを正しいと思ってるらしい、それは何でなのかなっていうふうな、こう問いの立て方が、相手が間違ってるとかじゃなくて、なんで相手はこういうふうになことを言ってくるんだろうか、なんで自分はだけど相手のことが間違ってると思ってるんだろうかと思うと、またワンクッション置いて解きほぐす可能性が生まれてくるんです。まあ、これは大げさに言うと、まあ、世界で起こってるね宗教対立とかっていうの全部同じ問題で、実はこの問題を超えないとその世界平和とかね、あの戦争みたいなところも、まあ、本当はその根本問題で、そういうことも解決できないと思うので、まあ、そういう、まあ、将来的にはというかね、そういう部分も広げて、まあ、少しでもね、いい社会になるといいなと思います、ね。この本の中にもね、トラブルを防ぐ7か条みたいな感じで、あのね、トラブル解決の、ね、まあそれはもうちょっとノウハウ的なところもありますので、はい、感じですね。ありがとうございます。拍手の話ありがとうございました。お聞きしたいんですけれども、僕自身も3月に僕今医学部に通ってまして、医学部生とかを巻き込んで震災プロジェクトを立ち上げたんですけども。自分自身のモチベーションの維持と、あと最初の頃はやはり皆さんこう支援したいって気持ちが強かったんで、こういろんな支援集まると思うんですけど、一番難しいのってやっぱりこの時期までそのご自身もそのモチベーションを保ちながら本を執筆される、今白髪になるまでっていう話もあったんですけど、というのと、もう一つはそれだけたくさんの人数をこの時期まで引っ張っていけるっていうのはこう ものすごく難しいことだなってことを僕自身挫折して思ってるんですけれども、その他に何か気をつけてることとかポイントとかがあったらぜひ教えていただきたいなと思うんですけれども。なるほど、ありがとうございます。どうなんでしょうかね。ただ実際問題としてふんばろう立ち上げた初期の人たちがずっと初期からね頑張ってくださってる方もいるんですけど、そうじゃないリレー選手のようにこう変わっていってるところもあるので、こう
無償のボランティアっていうのは、まあ、そういうものなのかなっていう感じもするんですよね。で、今まで何もしてこなかった方がこれからなんかこういう活動を知って、あ、実はやりたいと思ってたんだって言ってやってくださる方とかも出てくると思うんですけど、そういう方がこう途中で入ってきてくださるとすごいフレッシュで力もあって、あのすごい戦力としてやっぱもう一回こうプロジェクト全体が元気になるようなところがあるんですよね。だからなんか、うん、やっぱそれぞれね、あの生活もあるし、なんか もちろん強制できるようなことでもないし、うん、そういうことは根本にはあるんですけど、やっぱりどうなのかな、やっぱり現地に行ったりとか、まあ、現地の声が聞こえたりとか、そういう実感が持てるっていうのはやっぱりエネルギーの根本だと思うんで、そういう意味でもね、いろんな今活動を映像で撮ってもらってて、まあ、現地の活動もそうなんですけど、目に見えないあのなんですか、ね、まあ、夜中に作業してくださってる方がたくさんいて、こういう、ね、プロジェクトがあって、でそれを映像でまとめてもらって、まあ、3.11 とかにもこう流して、まあ、こういうなんですか、ね、まあ、自分たちの歩みを振り返る、まあ、これもやっぱり一つ来年度からもまた3.11超えてからも頑張るための、まあ重要なイベントだと思うんですよね。そういう形で、まあ、あるいは、まあ、必ずね、全体ミーティングの後には飲み会やるとか、やっぱりなんかこう楽しいとか、ものすごい大事なんで、じゃないとこう苦行みたいなのって続かないんですよね。だからそういう楽しみもこう織り交ぜながらというかね、まあ、そういう楽しいがベースで、うん、あと現地のためになるっていう実感と、そういうことかなと思って、ぜひあの3.11も皆さんもあの友達とかも連れて来ていただけるとありがたいですね。今結構ですね、もう集客があのまずいということが気がつきまして、これは本当恐ろしいんですよ。750人会場なんですけど、今ね一般の方が160とかなんとかって言ってあと10日ですよね。もうこの方に書いてあるんですけど、ここは絶対負けられない交渉力なので、どんな手を使ってでもね。こうやっぱりガラガラだとテンション落ちますからね、うん、でみんななんとなく今ねそのフェイスブック見てると誰かが集めるだろうとか誰か行くだろうみたいな感じになってるんですよ。でやっぱりそういう現状況を見ながらこれはやり方を変えねばならないと思って、今そういう広く浅く戦略じゃなくてもう本当に一人一人のリーダーにですね電話をして、もう今こういうあの崖っぷちですあのもう友達とか家族に声をかけて1人3人連れてくればもう3倍になる4倍になるわけですから、もうそういう形でもう確実に増やすっていうふうに今日からですね、あの戦力を変えて11人やってます。すいません話が全然違うありがとうございます。あの帰ったらツイッターとフェイスブックでお手伝いさせていただきます。本当にありがとうございます。本日は西条さん、寺田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。